おはようございます。なんだこれ、なんか私の言ったのかな。これしょまさん、これ何、麦、ありがとうございます。稲かな、ありがとうございます。コミルさんもいいね、ありがとうございます。早井さんもいいね、ありがとうございます。なんだろうこれ、やっちょさん団子ありがとうございます。やっぱいいねかな、団子あるってこと。よもくんいいね、ありがとうございます。花山さんもいいね、ありがとうございます。トミーさんいいね、ありがとうございます。みーさんいいね、ありがとうございます。すすきなのこれ。すすきありがとうございます。すすきなんだ。ケイさん団子ありがとうございます。風呂敷さんすすきありがとうございます。そっか、シェはなんとか終わったのか。だから新しいのが増えたのね。とし丸さん、鈴木ありがとうございます。なんかこれがさ、いいね、お米のやつにしか見えない色的に。ブルースさん、団子ありがとうございます。りょうぴ、おやすみなさい。りょうぴ寝るんかな今から。おやすみなさい、ね、よいしょ。昨日ございました。なんかお母さんと半分ずつしました。豚まん、二身の豚まん一個買って、午後一は二つ買いました。それでどっちも半分に切って、一個ずつ一個ずつにしました。美味しかった、どっちも。久しぶりに豚まん食べた。高野さん、鈴木ありがとうございます。ハッピーマリさん、団子ありがとうございます。マスオさん、鈴木ありがとうございます。みかんゼリー、カネラガタさん、団子ありがとうございます。トウノウさん、トウノウさん、あ、出た。鈴木ありがとうございます。午後1時しか来る。サミもさ、昨日初めて2枚食べた。今までずっと午後1時でした。ムキがすごい目でこっちを見てきてる。猫がさ出てんのよ今。なんかママがもう入れのめんどくさいからいいやって言って出れるようにしてさ、猫今脱走してんのよ。脱走ってかもうほぼ自分から出してるのもやけど。さとしさん、団子ありがとうございます。はい、麦がいいのみたいな感じの目で見てた。あら、豆ちゃん
麦。麦子猫用のおもちゃで遊んでるんですけど。あれもう一匹どこ？三匹目おらへん。見つけれへん。三匹目どこいたやろ。目がかってる猫です。目とメスもいます、ね。遠いね。おはよう、トイレ、あ、トイレじゃない、仕事行ってきます、ありがとうございました、いってらっしゃい。猫トイレ、え、猫部屋にもトイレあるから、一応全部置いてるんですよ、おもちゃもね、なんか爪研ぎのやつもね、ご飯も水も全部置いてるんですよ。はい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 、すごい暴れてる。今月からへん、あみちゃんに閉められたけど飲み出てて、あのね、モバメメールアプリでやるなんかあるんですよ、アプリとサイトが。そう、この前あみの色で見ましたで探してる時に X でね見つけたんですけど、はいはい、モバメさんね、ゴマどこ行ったの、やめて、ダメ、私、あんたそれダメだよ、食べれない。おった、うこんにちは、ごまもめさん、おいで、すっごい暴れてる。マサヤンさん、ススキありがとうございます。ススキやな、確か。もうめっちゃ喧嘩っていうかじゃれ合ってるね。おいでな、なのに来てくれん、暴れてるのに。ああ、ちょっと、アクション映画でしか見たことない攻撃の仕方見ちゃった。今日の授業何やったっけ、背中に乗るぐらいなんかちょっとそんなや。でもな、まだ来たばっかりかしらね、知らない。でもさ、そんぐらいに慣れた、うん、懐かせた時にはさ、背中乗らへんぐらい大きくなってるかもしれん。おいと、そんな攻撃や、なんかここに猫ったらこいてた。ジャンプして、坂場さん、鈴木ありがとうございます。わあ、怖い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 、ほんまに怖い。入れとこかな、多分リビング閉めてるからさ、あの一応なんか麦のご飯食べることはないねんけど、だから大丈夫やねんけど、麦のご飯さ、
ちょっと年齢があれや、年齢の対象が違うから食べちゃダメなのよ。麦がね、自分より小さい子のやつを食べるのはまあいいんですけど、やばいってる、めっちゃ覚えてる、やばい。どこ今、もう何を漁ってるの。あ、行った。え？どこ？あ、来た。うん。あ、やっぱ麦が子猫のお餅です。うわあ、もう麦も攻撃し始めた。でかい。ふふふ。タツニヤさん、バラありがとうございます。今日の朝ごはん、今日の朝ごはんパンでした。いつも通り美味しかったです。うるさいですね、はい、てかさ、これあのね、スマホケースなんですけど、これ両方にね、このここのなんか丸いやつついてたんですよ。コンサートの時にさ、カバー入れとったら取れた。だから本当はなんかチェーンみたいなのついてたんですよ。でもつけれなくなっちゃった。なんかさ、最近ずっとさ、片方にだけキーホルダーつけてたんですよ。だからなんか気づかなくて、あの最初気づかなかったんですけど、携帯持ってる時にあれなんかないって思って、下のつけるとこなくなってるって思って、でなんか取れはめる系じゃなくて、なんか多分折れたっぽいんですよ、そのままだから、もうまあいいやって思って、ちょっとさ、そこ入んのやめて、そこ入んのやめてください。お、ほんまにやめてくれた。間違えた。ほぼ一番下まで行ってしまった。よいしょ。なんかこの前さ、この前何やったっけ、麦、麦、もうあんた何個したいと思ってんの。4つしたよ、体重も全然違うし。4分の1ぐらいよ。もうで、何やったっけ。忘れちゃった、まあいいや。何やったっけ。あ、そう、この前さ、お話し会のさ、あの何、お洋服選んでたんですよ、シーンとかで。最初シーン見てて、なんかお洋服探すはずが、 なんかあゆみの好きなものを探して行っちゃってて、なんか秋冬とかに使えるパーカーとか、そういうのなんか見ちゃってて、でなんか
お話し会使えそうなやつハートしようと思ってたらいつの間にかいいね欄ハートの欄あやみが欲しい服ばっかりになっちゃった。ああ、明日で70日はすごい。よいしょ。かわいい。うん。かたぎさん何になるのか。わかりますね。よくあるあるですよね、もう。いつ寝たっけ忘れたっけ。なんか冬関連のやつ探しててパーカーとかいいかなって思ってその探しとったらいつの間にか。うん、けんちゃん団子ありがとうございます。もうさ寒くなってきたじゃん。だからそろそろで、オッケー。キャラクターも靴下持ってる？めっちゃ持ってますよキャラクターは。うん、大体キャラクターいやそれは嘘。で最近さ無地買うこと多かった。なんかどこやあの。赤いさロゴのさ安い服屋さんあるやん有名な。そこでは白靴下買おうと思ったのになんか白靴下と買おうとしたらなんか他のやつもついてきちゃってなんか他の緑とかグレーとかいろんな色のやつもついてきちゃってまあ一回使えるしと思ってそれ買ったから無地でしかもめっちゃあるんですよそれ量無地結構増えましたそれで。けんちゃんろうそくありがとうございます。でもなんか他のあのねあそこあとは青い G から始まるとこと赤の U あさっきの足赤の U のとこねブレンドサラダ T シャツトイレのパーカーえパーカーって何あのチャックですか。あのねその上から羽織れるものが今欲しいんですよだからまた今度死んでママに買ってもらいます。なんか今乗り付けたんかな。よく使うのはよく使うファッションブランドはブランドではないかなんやろなんかそういうとこは赤い U と青い G とあとは何がある使ってるっけ。何持ってきたん。あそこあそこゴキブリホイホイゴキブリホイホイチャック付きサイズパーカーパーカー S じゃないチャック付きサイズパーカー S ってなんやチャック付きパーカーサイズあの S じゃないんですよ。もう普通に M 多いねあやみだからさそれゴキブリだってばゴキブリではないゴキブリっぽいホイホイするやつなの。定位置に戻してお願い。あだからダメだってば。ちょっと後で定位置戻しとこう。
ゴマが持ってきた。あ、撫でさせてくれた。ダボダボ系ばっか、え、ダボダボ系ばっか着てるもん。もういろんなもので遊びすぎよ君たち。ちょっとダメダメだって。ちょやめて、ほんまにそれはやめて。あと宿題の紙やぼろうとするのはほんまにやめて。なんか散見してる。分かった、これな。はい、麦じゃない。麦言ってほしいのは麦じゃなかった。ボール投げたらさ、あの猫じゃなくてさ麦が。え？好き放題してる。好き放題してるのです。もうビリビリに破れたやつ出すしかない。え、さっき猫がさ。紙破ろうとした宿題。でも猫がって言うのやめてくれ。豆、ちゃう、ゴマか、豆や。豆がさ、できた宿題も完成した宿題を破ろうとしつ。うーわー。目になんか入った。前髪や。長すぎた。そうそう、パーカー買ってもらわないと。あゆみが寒くて。ママ、あのさ、この前さ、シーンでいいねしとったさ、シーンでいいねしとったさ、黒いパーカー買って。なんで欲しいから。何で今言ってくの。今その話しててん。みんなと。こんなんがありましたってこと。うん、この前お話し会のやつ選んどったら間違えて、間違えてじゃないわ、お話し会選んどったらいつの間にか自分の欲しいものを探してたっていう話してた。うん、カルちゃんさん、ハットありがとうございます。あ、また出ようとしてる。ご飯入れたのに。もうちょっと、もうちょっと大人になってからだよ。じゃないと何するか分からへん。猫はこれとかいいね、ほんまに猫。
なんでこんな可愛いやろ。おまけに顔も可愛くてさ、ツンデレ具合が、麦のツンデレ具合が陽気なんですよ。麦がさ、撫でられに来てるお母さんにさ、ちょっと遠くで待つのよ。なんかそれは可愛い。勉強ですか？あ、授業はできるっちゃできるんですけど、中間やべえなって感じですね。麦仲変な、珍しく。全然今日静か。あ、泣いた。麦、麦来てくれんわ。泣いてるけど。子猫も麦も泣いてる。あーらってやばい。じゃあ今日お弁当も使わなく、昨日普通に忘れてた。来まーす、誕生日まーす、来ます。13位スーさん、ありがとうございます。12位マカダミヤさん、あー違います。13位マカダミヤさん、ありがとうございます。12位コアミルさん、ありがとうございます。11位マスオさん、ありがとうございます。10位フルドシキさん、ありがとうございます。9位ミーさん、あーキュミーさん、ありがとうございます。8位アイアルさん、ありがとうございます。7位トチマルさん、ありがとうございます。6位トミーさん、ありがとうございます。5位ショウマさん、ありがとうございます。4位カルちゃんさん、ありがとうございます。3位ケイさん、ありがとうございます。2位タクモサさん、ありがとうございます。そして1位はキャンちゃんでした。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ではありがとうございました。また明日も7時かなから配信するので、よろしくお願いします。ありがとうございました。頑張っ、はい、ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。バイバイ。